気ままに行こう。実力は引けを取りません。2番人気は11番、ミスターシービー。さあ始まります、チームレース。大事な1戦目、勝利のたすきをつなぐのは誰だ。現在1番人気は千円スカイ、3番人気はこの子です。三冠ウマ娘成田大臣、対抗するのはミスター CB、 真っ向勝負に注目だ。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。向こう正面中間に入っていく、期待通りの結果を出せるか。一番人気千円スカイ、北サンブラック、会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは北サンブラック、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは4番、そして千円スカイ、一馬審査7番。この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭から後方まで間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。先頭は北サンブラック、単身で飛ばしていきます。第4コーナーカーブ、先頭集団を見ていきましょう。先頭北サンブラック、レースはよどみなく進んでいます。続きました千円スカイ、後から4番、そして7番、5番手には3番、さらには成田カップロード、2馬身3馬身開いて目白マックイーン、1個目のホームストレッチです。1馬身差1番、その後8番、あとは成田大臣、後方2番手に9番、ミスター CB、 現在シンガリラ、意気揚々と先頭行きます。千円スカイ、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、現在1番手は北サンブラック、1コーナーから2コーナーへ向かう。さらには北サンブラック、千円スカイ、ここにいます。その後ろから7番、そしてその後ろから行くのは4番、成田カップロード、並びかけてきた。1馬身差3番、後からメジロマックイーン、2馬身3馬身開いて成田大臣、少し離れて8番、1馬身離れて1番、千円スカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。千円スカイ、彼女の客室には合っていますね。2周目の向こう正面、各ウマ娘たちの動きが激しくなっています。千円スカイ、この位置につけています。その後ろから北サンブラック、その後山陽マシン開いて成田カップロード、あとはこの足は止まらない。だってだって心がそう望んでるから。その子と並んで成田大臣、さあさあお待たせ、お祭り娘、先駆けコメンダー、わっしゃいわっしゃい。残り数メートルを通過、その後からメジロマックイーン、内4番、2馬身差3番、そして外目を突き出してはミスター CB、 ミスター CB 徐々に進出。千円スカイ、ここにいた。あとは北サンブラック、その後成田カップロード、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。さあ外から先頭を伺うのは北サンブラック。みんなの期待に力をもらって駆け抜けます、頂点への道を。さあこれから坂、2番の舞台はこれから坂である。成田カップロード、並びかけてきた。外から上がってきたのはミスター CB、 成田カップロード抜け出した。残り200、成田カップロード足色は衰えない。成田カップロードリードは2馬身、お見事、成田カップロード、100歳以上の強さを見せた、見事な勝利です。最高の滑り出しでチームに1勝目を届けました。2着には北サンブラック、3着千円スカイ。皆さんの声援に背中を押された結果です。レースモード起動。5番人気11番、ミホノブルボ。ライバルたちは強力ですが、構想を期待したいですね。逃げを追ってこの子のペース。つながれた勝利のたすきを次へとつなげられるか。第2レースへの期待も高まります。1番人気はもちろんこの子、里のダイヤモンド。2番人気を紹介しましょう、ジンボリルドルフ、注目のミホノブルボン、8枠11番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。
スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。日本ブルボンと北サンブラック、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気里のダイヤモンド、ミホノブルボン先頭に立ちました。続いて北サンブラック、さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち、先頭から後方まで間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。花を奪っていったのは北サンブラック。すぐに続いてミホノブルボン、大きく離れて10番1馬身差、4番5番手2番、少し離れてダイヤスカーレット、2馬身3馬身開いて7番、そして外目をつきましてはエイシングフラッシュ、里のダイヤモンド、この位置につけています。その外並んでジンボリルドルフ、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ18馬身、北サンブラック、快調に飛ばして行きます。先頭は相変わらず北サンブラック、続きましたミホノブルボン、さらに10番後から4番外から行くダイヤスカーレット、1馬身差エイシングフラッシュ、里のダイヤモンド、ここにいた、その内並んで7番、さらに2番、少し離れてジンボリルドルフ、後方2番手に6番、最後方ポツンと1人、1番北サンブラック、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。北サンブラック、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。まだ差がある。起動開始、リミッター解除、セット、オールフリー、ミホノブルボン始動。我の前に道はなし、なればこそ勇王邁進、道は自ら切り開く。北サンブラック、早い早い、もはや独走状態。残り200、北サンブラック、このまま最後まで行ってしまうのか。北サンブラック、リードは4馬身、お見事。北サンブラック、着差以上の強さを見せた、見事な勝利です。中距離レースのチーム代表戦を制したのは北サンブラック。勝利のたすきを次へとつなげました。2着はシンボリルドルフ。次こそは頂点を決めてみせる。いくよ。12番スマートファルコン、1番人気です。パドックでも注目を集める。ダート校舎が一堂に会するこのレース、見事先頭でゴールを駆け抜けるのはどの馬娘か。3番人気はこの子です、オグリキャップ。2番人気を紹介しましょう、6番コパノリッキー。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。本日の1番人気スマートファルコン。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。スマートファルコン快調に飛ばしていきます。先頭はスマートファルコン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは6番コパノリッキー。1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのはスマートファルコン、このままリードすることができるか。続いて6番コパノリッキー、2馬身3馬身開いて4番手3番、さらにはオグリキャップ、そしてその後ろから行くのは5番コパノリッキー。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身、現在1番手はファルコだけを見つめて、誰よりも強く可愛く輝くからね。続きました6番コパノリッキー、そしてその後方には4番、それを見るようにオグリキャップ、内で3番、外を回って5番コパノリッキー、それを見るように1番アグネスデジタル、1馬身差7番、そして外目をつきましては11番アグネスデジタル、そしてその内を回って10番、後方2番手に9番スマートファルコン、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。スマートファルコン、彼女の客室には合っていますね。まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。栄光まで400、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。スマートファルコン速い速い、もはや独走状態。200を通過、逃げる逃げる、スマートファルコン足色は衰えない。あっちもこっちもどっちも全部シュキシュキ、スマートファルコン、リードは5馬身、1着はスマートファルコン。
スマートファルコン。第3レースを勝ち取り、文句なしの折り返しとなりました。2着は11番アグネスデジタル、3着はオグリキャップ。ウマドル伝説は止まらない。行くぜボーン。2番人気は9番大角ヘリオス。1番人気に負けず劣らず。マイル戦に自信のある馬娘が集まったこのレース、どのような結果になるのでしょうか。さあ、1番人気の紹介です。川上プリンセス、虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はツインターボ、2番人気は大宅ヘリオス、十分に勝利を狙えますよ。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気川上プリンセス、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはツインターボ、5馬身離れて4番、4番手に8番大宅ヘリオス、5番手さらにダイヤスカーレット、内を回ります。1番、それを見るように桜千代の1馬身差川上プリンセス、少し離れて5番、2コーナー回って向こう正面。現在1番手はサイレンス鈴鹿、続きましたツインターボ、外大宅ヘリオス、さらにダイヤスカーレット、さらには8番、少し後ろから4番、外から行く桜千代の、少し後ろから川上プリンセス、それを見るように1番、そして外目をつきましては5番、後方2番手にポツンと一人、12番サイレンス鈴鹿、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。さあ、荒れる福島、ここからどうなるか。まもなく第4コーナーカーブ、ここからスタート、一気にレースが動きます。4着を切りました。大宅ヘリオス、食らいついてゆく桜千代の追走、サイレンス鈴鹿、先頭はサイレンス鈴鹿、これは強い。残り200、サイレンス鈴鹿、足は衰えない。お見事サイレンス鈴鹿、100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。マイルレースのチーム代表戦を制したのはサイレンス鈴鹿、見事な勝利をチームへ届けました。2着には大宅ヘリオス、3着ツインターボ。激アツすぎた。では行きましょう。実力は引けを取りません。2番人気は3番アストンマーチャン。1番人気、いよいよ最後の大舞台、第5レース。ここまで走り抜いたチームの思いを胸に、栄光をつかみ取れるか、決着の時です。さあ、1番人気の紹介です。桜爆心号、虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はカレンちゃん、対抗するのはアストンマーチャン。実力は1番人気にも引けを取りません。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。向こう正面中間に入ってゆくアストンマーチャン、快調に飛ばしてゆきます。さあ、花に立ったのはアストンマーチャン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは桜爆心号、少し離れて待機シャフ、内の方からカレンちゃん、5番手には西のフラワー、そしてその外から行ったのは10番、2馬身差8番、そして外目をつきましては12番、少し離れてキングヘイロー、そしてその外を回って11番、後方2番手に2番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。抵抗まで400、未来はきっとこの先に。咲いて、開いて、広がる私のお花畑。先頭は見合ったまま。まーちゃんはここにいます。見失わないで、ずっと追いかけてね。
後ろフラワー完全に抜け出した。20を通過。2番手争いはキングヘイロー、アストンマーシャン、西のフラワー譲らないか。西のフラワー今ゴールイン。最終第5レース勝ったのは西のフラワー。これ以上ない結果をチームへ届けました。2着キングヘイロー、3着アストンマーシャン。勇気の花束お届けしました。目標完成。